学校規模の適正化を進めていく上で、子どもたちにとってより良い教育環境を作るを基本的な考え方として進めてまいります。今回、学校規模の適正化を進めるにあたり、学校規模をお示しするように、課題規模校から仮小規模校まで6つに分類いたしました。このうち、課題規模校と仮小規模校に関しましては、速やかに課題解決を図るべき範囲としており、25から30学級の準課題規模校については、課題規模校に準じて検討すべき範囲としております。では、学校規模の分類の分布状況をお示ししたのが、こちらの表でございます。令和3年度の現時点では、課題規模校はございません。しかし、令和9年度には、課題規模校が小中合わせて7校、仮小規模校が小学校で1校発生する見込みでございます。これらの学校を是正する方向で考えております。では、具体的に課題規模となる小学校をお示しするのがこちらの地図になります。課題規模校を赤で、準課題規模校を赤の格子状でお示ししております。また、仮小規模校は青の縦線でお示しする山田第五小学校です。ここからは我々がよく聞かれるご質問を Q&A の形でお示しするものです。課題規模校はなぜダメなのですか？別に課題規模になってもいいじゃないですか？といった質問をよく受けます。この質問に関してはイメージしていただきたいのですが、月曜日から金曜日まで5日間、1日が6時間目まであるため、運動場や特別教室など 5×6 で1週間で30コマ使用できます。しかし、31学級以上の課題規模校では、1週間に31コマ以上が必要になることから、複数学級で使用したり、柔軟に日程の変更もできなくなります。例えば、仮小規模校では、体育の時間に雨が降れば、運動場から体育館に切り替えることがある程度容易にできますが、課題規模校ではそれができません。梅雨の時期でしたら、連続して体育の時間に運動ができず、座学ばかりになってしまうこともあります。また、クラブ活動や授業、生徒会などにおいて、一人一人が経験できる機会が少なくなってしまうこともありますし、これは実際の話ですが、休み時間に運動場でのボールの使用を禁止している小学校が発生しており、のびのびとした学校生活が送れないといった問題がございます。また、災害時に課題規模校では避難に時間が多くかかり、リスクが高くなることや、ドミノ倒しのような二次災害のリスクも懸念するところです。児童生徒だけでなく、現場の先生にとっても事務量が膨大で相当な負担を強いることになるほか、運動会など行事の運営も大変です。また、遠足や修学旅行では、大規模校が電車を使って移動するときに、電鉄会社から指定の時間を避けるようお願いされたり、宿泊場所も複数の宿に分かれないといけないことから、企画運営が難しいのが実情です。これら先生の負担が大きくなると、児童生徒に目を向ける時間が減ってしまい、教育の質が低下してしまうことを、我々は危惧しているところです。また、文部科学省においても課題規模校の解消を促しておりますし、本市の審議会においても速やかに解決を図るべきとしております。では、ここで過去に課題規模校で実際に勤務された校長先生のメッセージ動画を流させていただきます。私は平成26年度から3年間、南山田小学校で校長を務めた藤原です。当時の南山田は児童数1300名を超える大阪府下で一番大きな学校でした。着任したその時から、私は前任校長が常々綴っていました。木は木の中で育つことを大切に、人も多くの人との触れ合いの中で育つという思いのもと、子どもたちの健やかな成長を強く願っておりました。大規模校であることを前向きに捉えようとしていた、いや、そう前向きに考えざるを得ない状況だったということかもしれません。
と言いますのも、例えば吹田の小学校教育の大きな特徴である水泳指導の面で言いますと、小学校の25メートルプールという限られたスペースの中で一学年3クラスや4クラスと入るのと、規模の大きな6クラスがプールに入るのとでは、一人当たりの子どもが水と触れ合う時間、水で泳ぐ時間、泳ぐ距離そのものに大きな違いが出てきました。一人一人の学習を保障するために教師は創意工夫するわけではありますが、学校規模が適正であれば、もっといいのになぁと校長という職にあるものとして強く感じていたのも事実です。どうか吹田市の小中学校が学校規模の適正化が進展していくことを強く願っています。続きまして、過小規模校についてよく受ける質問です。過小規模校がなぜダメなのですかという質問ですが、過小規模校はクラス替えができず6年間ずっと同じメンバーで過ごさないといけないため、人間関係の序列が固定化しやすいです。そのため場合によっては我慢をずっと強いられるといった状況も想定されます。また集団内の男女比に極端な偏りが生じるといったことも実際に発生しております。本市のある小学校のある学年では女子児童が3人しかおらず、6年間をそのメンバーで過ごさないといけない状況で、我々も何とか解決したいと考えております。また現場の先生の負担として、学年行事を一人の先生がこなさなければならず、経験の浅い先生や新任の先生にとっては苦労することがありますし、休暇のカバーも大変だと聞いております。そもそも先生の数が少ないので、一人の先生に複数の公務事務が集中してしまうといった問題点もあります。これらにより課題規模校同様、事務などに手が取られてしまい、児童生徒に目を向ける時間が減ってしまい、教育の質が低下してしまうことが危惧されます。では先ほどと同様に、過去に過小規模校で実際に勤務された校長先生のメッセージ動画を流させていただきます。2009年度から3年間青山台小学校の校長でお世話になりました安田と申します。在職当時は1学級のみの学年が多い学校で、多くの問題点に対処しながらの日々でした。まず子どもたちの学校生活についてです。自分の学年が1学級であるということは、学年が進んでも組み替えはありません。ずっとほぼ同じ顔ぶれでの学校生活となり、人間関係が固定化されがちになります。子どもたちはそもそも学校へ基礎的基本的な知識や技能を習得するために通ってきているのですが、それとともに様々な人とのやり取りの中で人間関係のスキルも身につけていきます。人間関係が固定化してしまいますと、それぞれの立ち位置による役割分担から抜け出せず、中には毎日の学校生活に大きな負担を感じる子どもが出てきてしまうことがありました。かといって他に移る集団もなく、諦めや我慢の毎日に陥りかねません。次に学校運営の面です。小さな集団なのでフットワーク軽く活動できる良さはありますが、子どもの安全確保のため遠足は複数学年で計画することが多かったです。教職員の数もごく少数のため、子どもにさせたいと思う取り組みを描いてもなかなか実現できずに、取り組み自体を諦めたり、可能な範囲に縮小しての指導とならざるを得ませんでした。吹田市の学校へ通う全ての子どもたちが、どの学校に通っていても同様の学びの機会を得られる学校の環境は必要だと思います。